どうもロッチュン TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。はい、ということでね、今回ピックアッププリティダービーガチャにはアイネスウジン新キャラクター、そしてピックアップサポートカードガチャにはミスター CB 東海帝王が来ております。今回ガチャ動画なんですけども、今回まずね、軽くまあ後で解説動画も出すので、ぜひとも高評価、チャンネル登録、高評価だけでもしてほしいんですけども、まあ結構両方が強いというのが今時点の暫定の評価でございます。ミスター CB はですね、まあ、強いところだけを軽くピックアップすると、スピードボーナス、そして賢さボーナス、あとはこの固有ボーナスに賢さとスキルポイントボーナスがあるんで、賢さボーナス2のスピードボーナス1、これがマジで強い。そしてボーナスが4ポイントボーナスというね、まあ破格のボーナス性能にはなってます。で、他にもやる気効果トレーニングとかもあって、さらに得意率50、ここが強くて、まあスピードも伸ばせる、そして得意率も高い賢さということで、まず練習性能が非常に強いです。一つ気になるところがあるとすれば、レースボーナスが5というところなので、まあ暫定的に言うとシリウスとね、かなり比べられるサポカーになると思います。なんでね、ちょっと引くかどうか迷うと思うんですが、その動画も上げるんで、ぜひともチェックしてみてください。はい、であとはですね、キャラの方、今回ガチャも回していくんですが、キャラもね、まあ暫定この評価で言っても結構強いキャラとなってます。アイネス夫人、まずですね、1番この固有スキル、まあ、まずここでこのテキストを読んだ時に、残り 300m 地点で前の方だと速度を少し上げる、ちょうど坂を登りきったところだった場合はすごく上げるというね、テキストなんですけども、このちょうど坂を登りきったところで 300m っていうのが、東京のレースの場合、坂が 2100m までです。まあ2400の場合ね。なんでガチでちょうど300でちょうど登りきったところなので、すごくの速度になる。そして秒数も短いものではなく、普通に基準5秒なので、東京の行動になってます。なんでまずこういうスキルが東京でめちゃくちゃ強い。プラスまあ他にもあるんですが、長距離だったりスピードだったり、この荒ぶる旋風もね、ちょっと言いたいところがあるんですが、キャラ解説もぜひともチェックしてみてください。はい、ということでね、いやー今回特攻キャラ来ましたね。100連引いていきたいと思います。無料ガチャもあるんでね、皆さん無料ガチャでも当てましょう。BGM はちょっと著作権上これになってるんですが、100連引くなの引けなかったら200連までいっちゃうよ。さあ皆さんも無料ガチャ引いてください。さあということで、ここから10連いくわ。お願いします、レッツゴー。チャー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 BGM が著作権かかっちゃうんで変えてますけど、いきましょう、レッツゴー。やばい、これさ BGM 変えててさ、さっきさ爆死の BGM ってコメントがあったんですけど、待って待って待って、いやすごいシリアスだな BGM。 やばい、爆心爆心。あ、ちなみにこのアーカイブですね、栄冠9をやっておるんですけど、ちょっと長時間の生放送になってるんで2本立てになっております。前半部分栄冠9激アツ春の甲子園ウマ娘ちゃんでやってるので、爆心王の活躍あるんで、気が向いたら見てみてください。待って待って、頼む、あー白バードだ白熱してるな、これ頼む、天井行くなのはやめてくれ、行かないなの、ボス戦じゃんこれ。いや姉ちゃんも撃ってたな、ちょっと栄冠ない思い出しちゃう。グラスちゃんもいて、エルもいて、そう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 、グラス、エル、リーチでしょ。ああ、春の甲子園思い出してしまう、どうしても20連終わった6000円それでも頼む
あー理事長も来てくれ。うわー白いな。ちょっと待ってくれ、待ってくれ頼む。これ春の甲子園だ、決勝っていうか決勝戦だから、これボスバトル。うわ白いな、今まで虹なし、うん、頼む9000円、高評価ありがとうございます。おい理事長来てくれ、やべえ、キラキラはしてる虹、よしよっしゃ頼む来てくれ、わー初虹行きましょう、初のクセを、この BGM ここで決める、今ここで全て決める、レッツゴー、推しを来てくれ、ちげえでしたすり抜けた、デジタンは貫突しちゃっててクローバーになっちゃうよー、くやー、あーデジタンナイスピッチング思い出した、エカナインがすぐ思い出しちゃう、あーデジタンかナイスピッチングだったんだけどな、ありがとうございます。デジタンちなみにね最近教えてね、なんかねデジタンに似てる漫画があってね、ちょっと漫画紹介動画今度あげたいと思います、わからんけど気が向いたら、なんか新しい漫画でねちょっとねデジタンみたいな子が出てるようなやつがあってね、ジャンププラスであるんですけど、今3話ぐらいなんで、ほんと始まったばっかりのやつ、なんだっけな、あれな、いやそんなことですり抜けたか、40、50、もう50、やばいっす、頼むて、あーやばい、白いだー、あーあれな、そうあの漫画おすすめです。ジャンププラスでさ今度さあれあるじゃん、桜ローレル、みんな馬娘勢もジャンププラス熱いぜ、おもろもろい漫画うまいさ動画で言ったじゃん、てくれだ、50連21のするか、スパイファミリーは面白い、あと株式会社マジルビエ、あともう一個ちょっと、まあそれは別でやろうぜ、残り50連頼むて頼むて、やばい、白紙の BGM なのかな、マジでやばいぞ、嘘だー白い、おい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 、爆死じゃねえか、マジ白いぞ、ダメだ、強えんだボスが、倒せねえ、いやー最低保証60、もう60連21もちょっと下振れてるし、まずい、頼むて、くぅ、あーなんずいろそ、白い、いや強すぎるな、サイゲのガチャ白飯じゃん、たくあんしか乗ってねえ、虹どこにあんだよこれやばいだろやばい、逃げ切られる、完封されるぞ、真っ白じゃん、どんだけ最低保証なんだよこれ、マジ70だぞ、もう80、
24,000万円。あ、頼む。うわっ、ちょい、粗品の呪いなんで俺粗品の呪い受けてんだよ、おかしいだろ。え、なんで俺に呪い来てんだよ、再現の呪い、粗品の呪いってコメント、なんでなんで俺に、なんでだよ、やばい、逃げ切られる、やばいな。高評価ありがとう、高評価はありがてえけどさ、え、ずっと何これ、最低&最低じゃん。え、ちょっと再起していい、ちょっと待ってね、あれ行ってない、倒せねえこのガチャ、敗北者じゃけ、嘘だろ、BGM がだね、次の100連 BGM 買います、強すぎるんで、入ってないんだが、姉ちゃん応援してくれ、いや目はもう覚めてるよ、猫の変顔写真、くれくれくれ、さあ80、90、再起動来い、いやー扉来い、マジ逃げ切られてんだが、うわー、ちょっとなんもねえな、入ってません、うわー入ってる、いや5つ目、1つ、2つ、3つ、4つ、さあ虹来たぞ、頼む、ガチで頼む、ここで見せてくれ、打ち勝つぞ、 BGM に刮目せよ、今ここで決める、レッツゴー、やったー、でかいー、逃げられる、いつ、あー雪降ってる、もう夏になりそうなのに雪降ってるんですけど、琵琶はやひで、琵琶かー、でかかった、メリクリなの、いやーマジか、琵琶もねクローバーなんだよな、星5だよ星5、もうすり抜けはもう大体俺はね星5になっちゃった、ちぃ雪降ってたわ、ビワだったか、ビワか、すり抜けビワさあということで、よければね、チャンネル高評価、高評価だけでもよろしくお願いします、ご視聴ありがとうございます、いやー終われねえな、終われねえけど、とりあえず100連の区切り、まだ俺のガチャは終わらねえ、レッツゴー、天井見えてきちまう、うわー、ダメか、うん、9回裏逆転ホームラン頼むて、うん、あーあー、はあ、ということで100連目、まずはありがとうございました。この後もガチャ引きます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。